バヒド・ハリル・ホジッチ、バヒド・ハリル・ホジッチ、ローマ字、バヒド・ホリー・ロス・ツック、セルビア語、キリル・アルファベット1952年5月15日イ、は、ボスニア・ヘルツェゴビナ出身の元、サッカー種、サッカー指導者、リーグアン f c 南んの監督、元ユーゴスラビア代表、現在は、ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍以外に、フランス国籍も取得、ディビジオン・アン 1982から83、1984、85シーズン得点を2回、1976年欧州選手権、1982年ワールドカップに出場した。2015年3月から2018年4月7日まで日本代表監督を務めた、詳細は後日、6人兄弟の第4個として生まれ、名字の由来は、親友、ハリル、 指導者の子孫、保持地。近所にあった、サッカースタジアムが、少年時代のバイトの遊びの場となる。14歳児、将来エンジニアとしての電気工学修学目的で、モスタルへと移住、両親の近くで生計を立てようかと考えていたが8歳。年上だった実刑のサレムがプロとして成功し弟、バイトを、フットボールに誘い、地元フットボールクラブ、ジュニオールベレジュモスタルに加入。 18歳時、進路の決定を迫られ FK ベレジモスタルの契約選手として報酬を得る道を選択。選手時代のポジションはフォワード。FK ベレジモスタル、FC なんと、パリ・サンジェルマン FC などに在籍。ベレジモスタル時代は11年間にわたり、プレーを続け、通算207試合出場、103ゴールを挙げ、南ん時代には2度のディビジオン得天王に輝いた。 PSG 時代、実母の死没と時を同じくして、プロ選手活動を終え、帰京。1978年、この年から開始した UEFAU-21 欧州選手権に、旧ユーゴスラビア代表として出場。ハリル・ホジッチは26歳だったが、当時は2名までのオーバーエイジ選手が認められていたし、決勝戦では、 旧東ドイツ代表を相手に2試合合計で4得点を挙げる活躍を見せた。この大会では6得点を記録し、得点王となり、チームを同大会の初代優勝へと導いた。また、初代最優秀選手賞を受賞した。ユーゴスラビア代表には1976年から1985年まで招集され、15試合に出場して8ゴールを挙げた。 1976年欧州選手権、1982年ワールドカップに出場した。横浜 F マリノスの前監督、エリク・モン・バエルツとは、パリ・サンジェルマン時代での選手、指導者という間柄で、現在も交流があるという。選手時代の蓄えを元手に、母国にて飲食店、医療品店などの事業に出資するも、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争にて資産が消滅。 その後、フルスのベレジモスタルで初めて監督となる。しかし、紛争が激化した影響でサッカーどころではなくなり、フランスへ移住。自宅の前で起きた銃撃戦に巻き込まれ、重傷を負ったこともあったという。1995年にフランス国籍を取得している。1997年から1998年まで監督を務めた。 モロッコのラジャカサブランカでは国内リーグをニ連覇、1997年のシーフチャンピオンズカップを制しアフリカチャンピオンに導いた1998年から2002年まで監督を務めたフランスのラスックリールメトロポールでは1999から00シーズンに2部リーグ優勝2000から01シーズンはリーグワン昇格1年目ながら3位に食い込み その手腕が評価され同年の年間、最優秀監督に選ばれた。フランス一部レンヌ監督に就任するも、編成方針をめぐって、クラブ幹部と対立し、1シーズンでチームを去った。1年目には、フランスカップ優勝とリーグ2という成績を残すも、2年目に、入ると選手たちやクラブとの関係は悪化し2005年2月に、解任。 開幕スタートダッシュに失敗したそのシーズン、彼は主力選手の内紛もあって、思うような成績を残せず、すっかり選手からの求心力を失っていた。しかもチーム副長の障害となったのは、他ならぬ彼の厳しい指導スタイルだった。2006年6月、サウジアラビア一部アルイテハドでは、クラブ幹部の介入や、生活環境が気に入らず、半年も持たずに辞任。 2008年5月、ウリシティー・リッケーの公認として就任。同年5月24日、キリンカップサッカー2008で、日本代表、監督、岡田武史と対戦。当時、日本でリハビリ中だった、サッカー日本代表前任監督、イビチャオシムが試合観戦に訪れ会話を交わす。2009年10月には、アフリカ最終予選で2010フィ f ファワールドカップの出場権を獲得した。 2010年2月27日、アフリカネーションズカップ2010準々決勝敗退の責任を取る形で代表監督解任。2010年8月から指揮したクロアチアリーグ一部ディナモザグレブでリーグ優勝するも、またもやクラブとの間に亀裂が生じて退任。2011年6月、アルジェリア代表監督に就任。アフリカで、 重要視されているアフリカネーションズカップでは、2012年大会予選、D 組4チーム中3くらいで、予選敗退本大会出場できず、2013年大会は、予選は突破したものの、本大会グループリーグ D 組で最下位で敗退と、同大会で立て続けに結果を残せず、解任危機に陥った。同時期に並行して行われていた2014年、 ブラジル W 杯アフリカ2次予選 H 組は、首位で快進撃を続けていたのでかろうじて、解任されなかった。2013年11月19日、2014年、ブラジル W 杯アフリカ最終予選最終戦で、予選突破を決め、2014年、ブラジル W 杯出場を決めた。ブラジル W 杯本大会メンバーは、アフリカ最終予選最終戦メンバーから当時19歳の、 MF ナビル・ベンタレブ、イングランド2部リーグのレスター所属の当時無名の攻撃的 MF リアドマフレズなど5名を抜擢し、入れ替えた。約1年半前の2013年、アフリカネーションズカップメンバーからでは、約半数の12名の選手が入れ替わっていた。ブラジル W 杯グループリーグ H 組では、初戦でベルギーに1の2で逆転負けしたものの、第2戦は韓国に4の2で勝利し、 第3戦のロシアと1の1で引き分けて、グループリーグを2位で突破し、アルジェリア史上初のベスト16入りを果たした。続く、決勝トーナメント1回戦では、優勝候補で実際にこの大会で優勝したドイツと対戦し、剣手と盾への鋭い攻撃で、ドイツを苦しめた。正規の90分では0から0で、決着がつかず、延長戦に突入した。延長戦では失点し、 最後まで諦めることなく1点を返したものの、1から2で敗れた。ハリル・ホジッチは、この時点でも高く評価されていたが、ドイツが優勝した後は、そのドイツを最も苦しめたのが、アルジェリア代表であったことから、世界的にさらに高い評価を受けるようになった。帰国したアルジェリア代表を、アルジェリアの首相が出迎え、同国首都アルジェで凱旋パレードが行われた。 同代表監督継続を示されたが、誇示した。以降、アルジェリア国民は、ハリル・ホジッチを英雄視し、アルジェリア代表が苦境に陥るたびに、ハリル大暴論が出るようになった。実際に、サポーターが代表選中にハリル・ホジッチの名前を叩いら、連呼したり、同監督の日本代表監督解任後にオファーを出したりしている。 ブラジル W 杯後、トルコ一部のトラブゾンスポルの監督に就任したが、わずか3ヶ月で契約解除。2015年3月12日、日本サッカー協会の要請を受諾して、日本代表監督に年俸200万ドルで就任。代表監督への就任は3カ国目、公用語がフランス語ではない国は初めてとなった。2017年8月には、アジア最終予選を1位で、 通過 2018FIFA ワールドカップの出場権を獲得した。ハリルはパスを繋ぐより縦に速い戦術を求め当初は成果が出たが相手に研究されると迷走、打開策を示すことができなかった。そこでベテランのホンダ、香川、岡崎らが戦術の見直しをハリルに直談判。すると彼らの出場時間は減り代表に呼ばれなくなった。 選手は意見を言えば外されるという思いに至った。ホンダは2017年6月、2時間以上語り合うも、トップ下の定位置を奪われ、左サイドに追われた。岡崎は呼ばれることがなくなった。2017年、FE-1 フ,フットボールチャンピオンシップ、旧正東アジアカップ、東アジア選手権で、宿敵、韓国に完敗。にもかかわらず、開き直ったように、 韓国の方が格上だ。試合前から日本より強いと分かっていたと言い放った指揮官の再配と態度を問題し、解任の可能性を探ったが協会幹部の方向性がまとまらず、消極的続投となった2017年11月の欧州遠征で大敗したブラジル戦後にも話し合いの場を持っている。ただ、選手全員ではなく小さなグループ単位だった。 この時も選手は全員での選手ミーティング開催を申し入れたが拒否されていた。それまでは許されていた。2018年3月、ベルギー遠征では常連と見られた酒井高、犬井が外れており、後に酒井高は追加招集。二人は前年11月の活動で指揮官と戦い方をめぐり意見を戦わせていた。周囲は粛清と受け止めた。 2018年3月23日のマリセン1から1は不完全燃焼に終わり、試合後にはハリルチルドレンと言える選手たちも含め様々な選手たちから意見が紛失。縦に速い攻撃だけじゃ、監督と選手にイメージのギャップそれは見ていてわかると思います。ずっと前に蹴れ、蹴れと言っているが、そんなに全部は蹴れない。今日の試合内容は W 杯で勝つのは厳しい。 相手が来ていないのに、前の人に預ける必要はないと思いますなど、監督批判が並んだ。なおこの試合後に、選手たちはミーティングを開こうとハリルに持ちかけた、禁じられた。なおこの試合後に先日に否定的なコメントを出した、ハリルホジッチの主軸選手には、よくウクライナ戦で、出場機会がなかった。27日の国際新前試合ウクライナ戦に向けた、前日会見の場で、 ハリル監督は何か問題があれば内部で解決するもの。外部に対する発言はあまり良くないと観光例を敷いたが、ハセベも実際僕も誰の発言かはわからないからクリアじゃないとしながらも普通に考えてチームの中で共有するものとこういうところで喋るものは選手個々の裁量はある。もっとも僕の感覚としてそんなに 外部に意見が出ている感じは受けないとの意見を述べた。監督への不満がこれだけ報道陣に漏れることは前代未聞とことを重く見た当時の西野老技術委長が選手から聞き取り調査を行った。結果、選手の総意として首相から現体制では難しいとの意見を聞くことになる。こうして日本人選手で唯一信用している選手としていた選手からも反を受けることとなった。 中間管理職的な立場になっていた、長谷部のもとに不満が集まり、監督と選手の板挟みに悩むようになった。選手の不満は理解できる。だが、それを受け入れてくれるとは、到底思えなかった。海外遠征で、長谷部は、選手がホテルに缶詰状態になっていたことから、朝の散歩がしたいと訴えたことがあった。だが、答えは、ノー。それでも長谷部が食い下がると、 ならば、チーム全員で使用。俺も参加するとなった。これに、選手は、プライベートまで監視するのかと激怒した。長谷部は監督と選手の潤滑油になろうと努力したが、溝は深まる一方で、蒸気のような批判が外に漏れる事態となった。しかしながら2018年4月14日の、クロアチア市で、ハリルは、選手が不満を持っているとは感じず理由が全く、わからないと述べている。 2018年4月7日、フランスを訪れた日本サッカー協会会長の田島幸三により日本代表監督の契約を解除することを通達された。4月9日、JF の会見によりハリル・ホジッチの解任が発表された。ワールドカップ出場決定後の監督交代は日本史上初。自身としてはコートジボワール代表以来2度目となった。 日本サッカー協会側は、選手たちとのコミュニケーションや、信頼関係が薄れていたと解任理由を語った。実際に、母国語ではないフランス語を使うことによる問題はあった。そんな中、日韓スポーツの直撃取材を受けたハリル・ホジッチは、ハリル・ホジッチは、日本では、すべてが金とビジネスによってひっくり返ってしまったと解任に不満を。 示し、日本での会見も行われることとなった。2018年4月27日、ハリル・ホジッチは、記者が集まる中で、記者会見を行った。ハリル・ホジッチは、選手とのコミュニケーション不足との理由で解任されたのは、初めてだと語り、確かに、西野とのコミュニケーションは少なかったかもしれない。彼に意見を求めたりもしたが、あまり多くを語らない人だった。 すべてのトレーニングに参加してくれたが、いつも良かったと言ってくれた、会長には解雇権があるので、解雇は問題ない。ただ、私がショックを受けたのは、前もって情報を教えてくれなかったことだ。何の相談もなかった。西野にしても田島にしても、ハりる、問題があるぞとなぜ言ってくれなかったのか。一度も言われたことはなかった。私の得意分野である、 最後の爪という仕事をさせてもらえなかった。ここからだというところで仕事ができなかったと述べた。最後に私は、日本の永遠のサポーターだと述べ会見を締めくくった。ハリル・ホジッチは、日本が大好きなので、このまま終わりにすることはできない。裁判できちんと事実を明らかにしたいとしており、2018年5月24日に、日本サッカー協会に対し名誉毀損による、 医者料1円と謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に提訴した。2018年6月19日に行われた W 杯初戦のコロンビア戦を2-1で勝利し、下馬表を覆すサプライズを披露しそれについてハリル・ホジッチはコメントを求められると私が何かをコメントすることは意がないよ。私は試合を見ていないと述べ大好きな日本の試合を見ていないとし、 具体的な言及を避けた。2018年7月21日放送の週刊フジテレビ批評に出演した田島幸造が2017年アフィーマイナス1フットボールチャンピオンシップで監督交代の議論が出た修正を期待していた。ところが2018年3月のベルギー遠征でも修正できなかった。以前も言ったように W イで1%でも勝つ確率を上げるため、監督交代に踏み切った。西野、当時 JF 技術委員長を、はじめ多くの人と相談したが、最終的に自分自身で決断したと番組内で、解任理由を述べた。こうして、自身の監督経歴では4年引いたリールに続いて2番目の長期政権を終えた。2018年7月8日、 アルジェリア代表監督への復帰で合意したと報じられたが同年7月20日にアルジェリアサッカー連盟会長が同監督との契約交渉が破断したことを認めた名誉毀損と謝罪広告を求める訴訟の弁論準備手続きが9月25日東京地裁で行われた2018年10月2日現役時代プレイヤーとして 所属経験もあったリーグアン所属の FC ナントの監督に就任することが発表された。契約期間は2020年6月まで。またこれと同時に、これまでチームを率いていたミンゲル・カルドソとは双方、合意のもと契約が解除された。リーグアンでの式は13年ぶりとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。